スパイルチャンネル。俺たちは芸人アイドルエスパイ。アレシャン。イエーイ。あ、今回お私の持ち込み企画。なんだ？面白い話をガヤを飛ばしてさらに面白く、さらに面白くしよう。そんなバカな。はい。再生回数少ないやつだ。前回やってここ数回の投稿で、はい、ダントツで少ないと。再生回数が。そうだね。今の段階で前回上げたガヤを飛ばそうが、うん、200ぐらい。ちょっと何が悪かったのかなと。なるほど。反省も踏まえて、ゆうやさんの元のトークが悪かったのか。やめとけよ。我々のガヤがちょっと弱かったの。なるほど。なので今回はちょっと僕が面白いエピソードを話します。なるほど。いいねいいね。はい。でそこにもう二人。怒りを込めてガヤを飛ばしてる。怒り？やっぱり感情がこもってないと、あ、そのガヤの面白さもでちょっと変わってくるので。まあ、確かにね。そっか、前回のを踏まえても改良したんだこれじゃあ。そうです。最前線じゃあこれは行くやつだ。はい。もうよし。怒りのガヤ。オッケー。と僕のエピソードトーク。オッケー。俺らが怒った分だけ再生回数が上がる。行きますか。そんな感じで。ちょっとガヤ、よろしくお願いします、はい、じゃあまずはシンプルに立ちの話を聞けばいいね、はい、普通の感情でね、これは負けたなっていう話なんですけど、阿佐ヶ谷に早朝からやっている蕎麦屋がありまして、で平日だったんですが、蕎麦を頼むと150円で生ビールジョッキで飲めるっていうすごい破格ので、あ、150円か、よし飲もうって言って蕎麦頼んで150円の生ジョッキ頼んだんです。いや、こんな早朝から生ビール飲んでる僕ってちょっと渋いななんて思いながら、そしたら後から入ってきたお客さんが50ぐらいのおじさんですかね、蕎麦を頼んで、はい、蕎麦を頼んで、生ビール2本先に出してって、負けたなって思いました。これだけだと、まあ面白い話じゃないですか。そうだね。はい。OK。これに怒りのガヤを飛ばしていただいて、OK です。ちょっといいね。まあねっつったけどさ、面白い話だった今。OK、じゃあこれに俺らが怒りガヤを付け足して面白くするよね。そういうことです。OK、じゃあ頑張ろう。頑張ろう。はい。では、いきます。はい。これは、負けたなっていう話なんだけど。いや、突然これ渋い。誰だよ。お前自分に負けてんだよ。阿佐ヶ谷の駅前で。阿佐ヶ谷ってお前地方の人に分かるよ。お蕎麦屋さんがあるんですか。お蕎麦かうどんがどっちが好きなの。そのお蕎麦屋さん早朝からやっていまして、早朝って言ってると時間違うよ、何時で、早朝そのまま僕平日行って、平日も働けばかで、休日行け。蕎麦を頼むと150円で生ビールが頼めるんですよ。いい言ったな、おい。しかもジョッキで。ジョッキ潰れないの、そのお店で。僕は心配だよ。その蕎麦屋で生ジョッキを頼んで。頼んだのかい。こんな平日の朝から飲んでいる僕って渋いなと思っていたんですよ。公園で飲めよ、お前店出ろんだすぐ。そしたら渋いなと思っていたのに、後から入ってきたお客さんがもう50ぐらいのおじさんだったんですけど、働けよお前も平日だろんだ。そのおじさんがソファを頼んだその後に生ジョッキ2本先に出してくれって頼んだんです。もうクズじゃねえかよ、クズ、クズ中のクズ。負けたなって思いましたね。ずっと前は負けてんだよ、人生の負け組なんだよ。お後がよろしいよ。お後ってなんだよ、お前。今が大事なんだよ、お後じゃなくて。どうですか、再生回数ビリです、また。おめでとうございます。再生回数ビリが確定しました。はい。いや、もうでも、いやいや、さすがです。足立さんとその、芸名で言うやつでいいだろ。なんで急に本名なんだよ。怒りのガヤも素晴らしかったですし、上野さんに至っては、はい、怒りの言葉じゃなくて怒りの動きで来てましたもんね。ガヤ企画なんでしょ。うっしゃ、これ横目で俺が恥に焼けてる、チラチラこういうやつが映ってるどういうことなんだよ。
怒りのガヤアクションでしたもんね。はい、そういうことでございます。ありがとうございました。そんな俺たちは S5 これもう無理だな